皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ね、皮膚科と歯医者に行ってきたんですけども、その歯医者でのね、僕の歯のね、経過についてね、お話しします。まあね、最近はそのね、帯状疱疹の話ばっかりだったんでね、まあ、久しぶりにね、歯医者にも行ってきたんでね、歯の話でもね、してみようかななんてね、思っております。で、まず診断結果的にはですね、まだまだ虫歯の治療はね、続いていきます。続いていくんですよ、虫歯の治療がね。まあそのね、虫歯に関しては幾度となくこの僕の動画、僕のチャンネルではね、お話ししておりますけどもね、僕は基本的には白血病の、まあ基本的にってこんな基本的には望ましくないんですけども、その基本的にはですね、その白血病の治療の一環で、まあ、このような虫歯やね、まあ、ここ最近にはその、ね、先ほども言いましたけど、連日お伝えしているその帯状疱疹も白血病の治療をしている上で起こる副作用、合併症でございます。ほんでその、ね、今回の虫歯に関しては先ほども言いましたよね、まだまだ治療は、ね、続いていくんです。そのなぜ、ね、虫歯になってしまうような関係性があるかと言いますとですね、僕は白血病の治療のために、ね、骨髄移植を受けました。でその骨髄移植というのはですね、まあ、簡単に言いますと、ドナーさんの健康な細胞、まあ、骨髄液をもらって患者さんの体に移植、輸出をするんですね。ほんでその患者さんの体の中にある白血病細胞をね、その悪い細胞があるんですけども、それをね、滅殺しながら、ドナーさんからもらった健康的な細胞、先ほども言いましたその骨髄液なんですけども、健康的な骨髄液のその細胞がですね、増殖していって患者さんの体で馴染んでいってもらって、患者さんの体をね、健康的な体にしていくよっていう治療法なんです。そしてそんな骨髄移植なんですけども、移植するにあたってですね、さまざまな副作用、合併症が起こります。その副作用、合併症を抑えるために、これがまたね、免疫抑制剤という薬をね、飲んでるんですよ。でその免疫抑制剤のおかげでね、その骨髄移植の副作用やね、その合併症っていうのは抑えることができるんですけども、実はその免疫抑制剤にもね、副作用があるんですわ。まあ薬というものはですね、どんな薬であってもですね、作用があれば副作用がね、つきものでございます。そんな免疫抑制剤の副作用のせいでね、虫歯になりやすくなってるんですよ。で実はですね、その免疫抑制剤っていうのは硬いものを柔らかくしてしまう副作用がありまして、それの代表的なところを言いますとですね、その骨粗鬆症とかね、大腿骨粗壊死症というのがね、あります。これはですね、どちらも骨という硬いものに影響が及ぶ病気です。その骨にですね、十分に血液で栄養がね、生きて届かずに、骨の生成を不十分にしてしまって、骨を脆くしてしまいます。僕は幸いどちらもなってないんですけども、まあ、しかしそれと同じように歯に影響が、ね、出ております。なのでね、いくらどんだけしっかり歯磨きをして予防していてもですね、虫歯になってしまうんですよ。まあそんな状況で虫歯になるのでね、まあ、たとえ虫歯といえどもですね、普通の人がなる虫歯とね、種類がちょっと違うんですわ。まあそんな状況なんです。そんな状態をね、改善するために今歯医者に通っております。で、ほんで、その先日行ってきたね、歯医者なんですけどもね、まあ、待合で待っていたらですね、研修医さんから名前呼ばれたんですけども、その研修医さんはね、緊張してたんでしょうかね。僕の名前を呼ぶ声がね、震えてましたね、すごいね。そして、いつもならね、その場でね、本人確認というか、その患者さんがその本人であることを確認するためにですね、生年月日を言ってくださいともね、求められるんですけども、それがありませんでした。まあ、緊張したんでしょうかね、すごいね。でそしてそのままね、診察台まで連れて行かれて、座って先生からの問診を受けてから、前回歯医者にこう来てからね、まあ、ある程度時間が経ってるんですけども、その歯医者に来た時から、前に来た時から新たに右上の奥歯にね、虫歯ができてきてて、そこの奥歯のそこの穴がね、すごい広がってきていますよっていう風にこう伝えたんですよ。でもしかしね、そこはとりあえず今回置いといて、まあ、現在メインになっているその左奥歯の下の左奥歯の治療を続きをしてもらいました。
なんか順番があるんか知らないですけどね、ちょっと右上はちょっと置いときましょうって言われたんですよ。左奥歯の虫歯に関してはですね、もう何回も治療してますんで、その度にこのね麻酔を打ってもらったりして、その神経を抜いてもらってますので、痛みを感じることはねまあないんですけど、まあそんな感じでね治療が進みますので、何も恐れることなかったんです。痛さでまたね震えることもねなかったんですよね。しかしね、その今世間をね騒がせていたね、そのコロナの関係でですね、歯医者に通院する期間が、ね、空いてましたので、まあ、ひょっとしたら痛みが出るんじゃないかなとね少々ビビっておりました。けどまあ結果的にはね痛くはなかったんです。そしてまあやっとね治療が始まるんですけども、その時にですね、先生が研修医にですね、こう丸々持ってきてってこう言って何か指示を出してたんですよ。その指示を受けた編集員はね、それを持ってきて、機材が並ぶ、そのガチャンってこう動く可動式作用台とあるじゃないですか。そこにこのものを置くときにですね、ガッシャーン、パラ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 ーっとね、こうすごい音が鳴ったんですよ。で、僕はね、ああ、なんか落としよったなーと思いながら、こう寝ながらね、その状況を耳で聞いてたんですよ。ちょっと間が空いて先生がね、ああ、とりあえず全部先に拾おうか。なくさんようにちゃんと全部確認してなーとね、穏やかに対応してからね、ちょっとトラブルがあったので待ってくださいねーって僕に言ってきたので、僕はたまらずね、でしょうねーってこう笑いながらね言ってしまいました。この研修医がですね、このドリルの先につける細かい刃先をね全部こぼしてしまったようなんですよ。ね、最初のその待ち合いでね、患者さんの名前をね呼ぶ時の声からね、すでにね震えてたんで、すごい緊張してるんやろなって伝わってきてたんですよ。ほんで拾い終わるまで待たされて、別のその人がね、新しいドリルの先端部分ですわ、それをね持ってきてくれるんですけどね、それが届くまでの間にですね、先生がね研修医にね、こうまず患者さんを優先に考えることが大事やけど、何よりもこういった医療現場ではね、安全性もね考えないといけないからね、いかに落ち着いて行動できるか忘れたらあかんでってね、とね優しくね指導しておりました。ほんでやっとそのドリルの先端部分が到着してですね、ようやく治療が始まったわけなんですけどもね、まあ痛みはほんまになかったんですけどもね、治療自体はねほんまにスムーズに進んでいきました。こう消毒液を入れながらね、歯を削って薬を入れ込むためにまたこうねじれたね針金、ね、みたいなのがあるんですけども、それをこの歯のね奥、歯ってこう二股になってるじゃないですか、下のところね、その二股になっているところにこうガッ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 ってこうねじれた針金を深層まで突っ込まれてですね、でその深層まで穴が開けられたその歯の二股の両方にですね、今回はその薬を入れ込んでもらって、で今回の治療は一旦終了しました。まあ、そういう状態でね、一旦ね治療が終了したんですけどもね、まだまだその左奥歯のね同じ箇所はね、治療はまだまだ続きますので、今回はまたその柔らかい仮の蓋にね閉じられました。柔らかい仮の蓋って言いましたけどもね、まあ、これまで治療のためにね歯医者に通っててね、その仮の蓋っていうのはですね、こう歯磨きをしただけで取れてしまうような、もうほんま子供が遊ぶ油粘土ぐらいの柔らかさやったんですよ。めっちゃ柔らかくてほんまにね。でも先生はね、こう3時間ぐらいで固まりますのでと言ったんですけども、その時のね油粘土のような仮蓋はね一向に固まらずにね、優しく優しく歯磨いててもね、その2日でね完全にね取れてしまうような蓋やったんです。まあ、しかし今回の仮の蓋はですね、これまでの仮の蓋と比べるとね、まあそれなりに硬さはあるので、まあ、今回の蓋はねほんまに取れなさそうなので、ちょっと安心してます。そしてレントゲンを取って、その日は歯医者はとりあえず終わりました。他の虫歯に関してはですね、とりあえずこの左奥歯を完全に終わらせてからになるようです。まあたとえねその左奥歯が完全に終わったとしてもですね、次の歯に取り掛かったとしてもですね、まあ、その間にも免疫抑制剤を飲み続けてるわけですので、なのでね僕の虫歯はねいつまでたってもね綺麗にならないと思うんですよ。バナボコだらけの歯はねいつ綺麗になるんでしょうかね。ほんまにね虫歯だらけなんでね、僕には見当もつきません。まあ僕の体のことを考えてですね、1本終わって次の1本というね、こういうこんなそのゆっくりなペースでやってもらうことになるんでしょうから、まだまだ時間はかかりますよね。まあ、ちなみにね今回の治療時間はね10分もかからんかったくらいなんです。まあ、いつもどんだけ麻酔をやって削って確認してまた削ってというね、大掛かりなその体に負担がかかる疲れるような治療であってもですね、まあ、30分程度ね終わってますけども、今回はねその研修医がねドリルの先端部分もこぼしとったことによってですね、待たされた時間の方が長かったので、すごく時間がかかったような気がしなりませんでした。まあ、いつもねその歯医者の話の時には言ってますけどね、ほんまに1日でね全部やってほしいもんですわ。まあ、免疫抑制剤を飲んでるからね体に負担もかかってるしね、まあ、ゆっくりなペースですけども、ほんまに次から次へとね虫歯が増えていってる気がするのでね、まあ、そのうち全部虫歯になってしまって
ってしまいに歯が全部溶けてしまってしまうんちゃうかなとね思うんですよ。その治療をしてねしっかりとしたね硬いものを詰めてもらったとしてもですね、その免疫抑制剤を飲んでるせいでね土台になってる歯がね溶けてきて、でその詰め物が緩んできて歯磨きをしているうちにですね全部取れてしまってきてますので、その治療のペースが早いか虫歯になるペースが早いのか僕にはどうすることもできませんのでね、先生と歯にね頑張ってもらいましょうって僕はねそうねいつも思ってます。まあそんな感じでね今日はねそんなの研修医がドリルの先端部分を全部こぼしよって時間が長くなったっていうお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。